ピンポン。ああ、忙しい。は、ああ、勉強忙しいわ。やかましいな。なんや急に似合わんことして。いやいや、似合わんことって。もうこんな時期なんだから、あかりちゃんも、しっかり受験勉強しないとダメですよ。さすがにまだ早すぎるやろ。いやいや、夏は受験生の追い込み時期。夏を制する者が、受験を制すると言っても過言では。つかぬことをお聞きしますが、なんや、あかりちゃんはおいくつですか ?15 や。先生はいくつなん ?18 です。年上、先生、そんな年してそのアホっぷりは飽きませんよ。アホとはないが、私が、ほんとうるせえな。ということは、先生はあかりちゃんより3つもお姉さんなんですね。まあ、せやな、お姉ちゃんって呼んで。あれ聞こえませんでしたかね?お姉ちゃんって呼んで。うおねえ、一夜。資格のインパクトで攻めるのやめろ。ねえ、お姉ちゃんって、いやや、言って、いやや、言って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 。って感じで泣きわめく予定ですよ。いいんですか?ああ、まだ泣きわめいてねえのかよ。わかりづらいからやめろ。一回だけ。くう、しゃあないな。一回だけやで。やったー。ちょっと話し出しときますね。やめてください。行くで。ゆかり、お姉ちゃん。目覚めた。目覚めんな。寝てろ。